はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はこれはね、セブンイレブンで確か売ってました。ミュンヒナ・デュンケル。欧州四大セレクション。ドイツ・ミュンヘン発祥の濃縮タイプビール。デュンケルとはダークという意味のドイツ語で、麦芽の香ばしさとコクが特徴のスタイルです。これは札幌ですね。生ビール。ドイツ産麦芽使用。アルコール度数5.5%。原材料が麦芽とホップ。ミュンヒナ、ドルトムンダー、ウィンナー、ピルスナー。欧州四大ビールとして親しまれる、伝統的なビールシリーズです。じゃあ飲んでいきましょう。ビール久々だな。最近あればっかだったからな。チューハイばっかだったから。あかん。乾杯。割と軽めですね。若干香ばしいんだけど、味としては結構軽めの味。もうちょっとこう、ドカッと、来るかなと思ったんですけど。そこまで苦味もない。結構、ほろ苦い感じはするんだけど、甘めですね。結構飲みやすい。軽い。ミュン、ヒ、ナー、セブン&アイグループ限定だって。セブンイレブン限定か。やっぱりあれだな、こういう黒ビール的なやつはまあギネスにはかなわない。重さと濃厚さ、あんまり濃厚ではないんだよなこれな。乾杯をもっと美味しく、札幌。ビール大国ドイツのミュンヘンで発祥した濃縮タイプのビールスタイルのことです。ヨーロッパには日本よりさらにたくさんのビールスタイルがあります。その中でもメジャーだったので欧州四大ビールの一つというふうに言われています。特に麦の香ばしさに特徴があります。ホップの香りは控えめなんですけど、香ばしくいった色麦芽を使うので独特の色がつき、香ばしい香りと深いコクを味わえます。いや、そんな深く、コクは深くないと思います。こだわりはたくさんありますが、特に今回はドイツ産の原料にこだわって作りました。ドイツは美味しいビール原料が取れる場所でもあるのですが、今回はそのミュンヘン近郊のホップの名産地ハラタウ地方で取れる伝統的なアロマホッ原プを田内方、100%使用し、麦芽もド聞いイたツこ産とにこだわって作りました。また、合わせて製法もいくつも試し、
には徹底的にこだわって作っています。ドイツはビールをたくさん消費する国で、原料も自分の国でたくさん消費してしまうため、ドイツ産の原料をこれだけたくさん使っているのはとても贅沢なことなんです。またこの商品の特徴である独特の色にはとても気を使いました。どのような色にするのか、また綺麗な色を出すにはどうすればいいのか試行錯誤しながら作り上げています。ぜひグラスにあげて見た目の色の違いや麦の香りを楽しみながら飲んでいただきたいと思っています。ドイツの方にも絶賛していただけるお人になっていると思います。ビールの本場を思い浮かべながら楽しんでいただきたいです。ドイツビール安いからな、さすがに作って大量に消費してるだけあってめちゃくちゃ安いんですよね。ドイツ、日本だとビールだいたい1缶200円ぐらいするけど、ドイツだとあれいくらやったっけな、100円以下で買えるよね。確かそんな感じだと思いますけど。まあ普通にうまいんじゃない、ただまあああっていう感じ。結構香りはあるわ。3444です。ご視聴ありがとうございました。